こんにちは、ブルーホースです。今日もデトロイトやってまいりましょう。2週目のね、パート4かなをやっていきます。これは、パート2の続きになりますね。マーカスが絵をペニーアーケード、違う、ペニーアーケードはグランマが出てくるんで、ディズニーランドの占い師のいる、占い師のおばあさんがいるところやね。うん、しまったしまった、じゃなくってはい、物を置いて、で、服かけて、かっこいいね、うん、っていうところだったので、そうじゃなくってペニー、あれ、なんだったっけ、ペニーペイントだったっけ、なんかそんなんだったよね、うん、そんなんだった気がする。じゃあとりあえず鳥ちゃんで遊ぼう。この鳥もアンドロイドなんだよね。ピッ、これはチュン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 言い始めるのかな。この子もつけると、はい。じゃあ、封印。ということで、いろいろとね、探索は1周目の方でしてしまってるので、気になる方は、ぜひパート4をご覧いただけたらと思います。1周目の方でね。で、2周目に入っていくので、まあ、さっさとね、やっていこう。これはイクチオサウルスっていう、水星のですね、まあ、海にいた恐竜の一種です。で、まあ、下がね、すごい広いっていうか、もうすごいよね。なんかもう、金持ちだよな。でも、こういう家ってアメリカだからこそできるって感じがするよね。うん。で、ここで寝ているご老体が、カールでございます。マーカスの飼い主ってところだね。うわー、眩しい。Good morning, Carl. おはよう、カール。It's 10 a.m. もう10時ですよ。The weather is partly cloudy, 54 degrees. 気温は12度。80% humidity with a strong possibility of afternoon shower. It sounds like a good day to spend in bed. I did go to pick up the paint that you wanted. 注文した絵の具を受け取ってきました。 Oh, yes, of course. そうだ、忘れてたよ。 What is the difference between you and me, right, Marcus? You never forget anything. お前は物忘れをしない。Show me your arm, please, それじゃあ、Carl? 腕を出してください。No. いいや。Carl? カール。Thank you. どうも。Mm. I just opened my eyes and I'm already crying. 本注射。じゃあ、お注射よ。Oh, this is such a fragile machine. すごい機械だ。They break down so quickly. 簡単に壊れる。All this effort. ここまでしないと生きられない。複雑な思いだよね、それね。アンドロイドはそのぶっ壊れる瞬間までマックスのパフォーマンス出せるわけだからね。それじゃ、お風呂に行きましょう。あ、間違えた。ボタンが一個一個ね、とっさにできない。これまた QT が出てくるパートになった時にあれだね、どうなるかって難しいよね。ということで、今から、おじいちゃんのセクシータイム。わーお、ドクロがなんか突き下がってたね。ああ、なんかブルズのなんか実体みたいな。実物大のブルズって感じだな。はい。あれ？ああ、戻ってきました。きれいきれいできたねー。うん。よかったよかった。ということで、はーい。ぽよぽよしようねー。バウンサーへどうぞ。すごいよねー。ほんとに。やっぱ美術の力ってすごいと思うよね。その人の心を動かすっていう面でも素晴らしい力を持っていると思いますし、やっぱり成功者としての力っていうのもね、これだけの家をね、建てることができるわけだから。I haven't decided yet. それはすごいよ。We'll see about that later. また後でしてよ。他には Just your usual fan mail. I've already answered. ファンからのメールです。返信しておきました。あ、ちょっと待って、早い、早い。レオからの連絡は No, Carl. いいえ、ガール。I can call him if you like. お電話しましょうか。No. いや。No, I don't bother. その必要はない。痛い。ごめんなさい、机に手打った。痛い。トゥルル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 ありがとう。これでもさ、作るシーンがなかったからさ、出かける前に用意してるっていうパターンのやつだよね。相当冷めてんじゃないか、大丈夫かな。なんかその鮮度保つとかそういうやつになってない、大丈夫。
はい、じゃあ手に取りましょう。持っていきます。アメリカの食卓ってこういうやつあるよね。そのなんか逆ボールという、これなんて言ったらいいんだろうな、ちょっとよくわかんないんだけど、で開けて、そのまあなんか燻製してるみたいな感じがするよね。ということで行きましょう。はーい、お食事でございます。お好きにどうぞ。チヂクもありますよ。バランスよく食べられます。どうぞ。カリカリベーコンです。ああ、ありがとう。テレビジョン、特権の領有権をロシアが一方的に宣言して以来、各国との緊張が高まっています。ロシアは土曜日からバレンツ海域に軍艦数隻を展開しており、表現地帯にロシアの国旗が働いています。朝食を食べている間に自由にしてください。ええ、okay, Carl. そうします。ちょっと口歪んでるけど大丈夫。できることって何があるのかな。あ、なんかいろいろあるね。いろいろあるから何しよっかな。あ、ピアノもあるな。これは何、チェスか。チェスをプレイする。座る。チェス。ちょっと待って、早い、早すぎる。楽しいのかな、それ一人でプレイして。あ、違う、あ、元に戻したのか。あ、なるほど。お、カールやる。もちろん。Sure, yeah. ぜひぜひ。スピードチェスです。あれ、食事してたよね。大丈夫。そりゃ勝つ。あれ。待って、早すぎる。あれ、ちょっと待って、ボタンを押す前に終わっちゃった今。あれ、もしかして負けた？ああ、勝った。That's what I call a thorough beating. It's not easy for a man to beat with a machine. ごまかす。Well, I know you don't like when you don't like when you win, so I felt I didn't have many choices. 僕にはこうするしか。We humans are complicated. 人間は複雑なんだよ。とか食事、I won't be here to take care of you anymore. 私がいなくなったらお前も自分で身を守り、and make your choices. 道を選ぶことになる。Decide who you are. 自分は誰なのか、and want to be cool. どうなりたいのか。This world doesn't like those who are different. 同じであることを求める。Don't let anyone tell you who you should be. 惑わされてはならんぞ。Let's go to the studio. さあ、スタジオに行こう。了解でございます。あとなんかあれだね、本、あの1週目は本を読んだんだけど、2週目じゃないや、他にもなんかできること、もしかしてこれ酒を飲むとかあとピアノも弾けるんだろうね、うん、きっとピアノっぽいところもなんか刺したもんね。はい、じゃあ来ました。うわーわー、いい感じ。ロケット弾は嫌な感じ。わかるのかな、今もロケット弾で出てきてるのかな、武蔵小次郎にあすって今のポケモン。Let's see where we left off. よし、前回のポケだ。シートを剥がしてくれ。シート剥がします。どうぞー。これは何を書いてたんだったっけな。後ろにある首がすごい。ああ、人だね。カールの指示を待つ。指示を待ってる間、じゃあ、からつけられるものはからつけようか。からつけとかをするときにさ、なんかわかる人いるかな、物の位置を変えるだけで、特にその、からつけた気になっちゃうっていうパターン。例えばこれを下とか、下に置いてるものを上に置くだけで、なんとなくからつけた気になっちゃうみたいな。そういう、なんかからつけるものってあるよね。その元の場所に散らかってるものを片すみたいなこととかはあったりするけど、そうじゃないときなんかはさ、なんか、右から左とか上から下とか下から上とかにやっただけで、あ、なんかからつけたわーっていう気になることあると、なんか、分かってくれる人いたら嬉しいなーと思うんだけどね。はい。で、あと、他にもからつけるものがあるのかな？あ、あるね。これからつけ終わったら、なんか終わるっぽいかな。スタジオ掃除す、ああ、こっちか。はいはい。じゃあ、からつけましょう。すごいね。握力も相当あるんだろうな。瓶をまとめてできたもんね。で、
新しい指示を待つ。じゃあ待ちましょう。おお。いいね。真剣な目つきだ。あ、終わったのかな。お疲れ様でございます。うん、人の顔だね。ピカソ美術館とか行ったことあるんだけど、さっぱりわかんなかったんだよね。とりあえず、老人になっていけばいくほど、ちょっとわかんないんで、言えないです。めっちゃ言い訳してる。The truth is, I have nothing left to say anymore. 正直言って、もう何も言うことはない。Each day that goes by, こうして日々が過ぎ去ることに、死が近づいてくる。私はブラシにすっかり着く。ただの恋惚れだ。カール。But enough about 私の話は置いといて。Let's see if お前の才能を見せてもらおう。Give it a try. 腕を取って、描いてみなさい。Paint? But would I... 描くって言っても、何を描けば何でもいいから。Give it a try. 描いてみなさい。描くってそんな。ああ、描かされる。ああ、万年美術さんだったんだけどな。じゃあ描く題材を決めましょう。銅像を描く、机を描く、カールの絵を描く。じゃあまあちょっと銅像を描いてみようか。す斜め。す。人に見られながらやるってさ、そのまあ勉強とかもするし、彼は、これは現実の完璧だ、複製だ。だが絵画では模写するだけではなく、自分が感じたことを解釈し表現することが大事なんだよ。無理ですよ、そういうふうにはプログラムされてません。さあほら、筆とそのキャンバスを使って。いいのやって、ありがとう。第二のカールになりますよ。目指せカール。Do something for me. Close your eyes. 目を閉じてみなさい。いいから。Trust me. 大丈夫だ。ぬ。Try to imagine something that doesn't exist. Something you've never seen. 見たことのない。Now concentrate.そして自分の感情に意識を集中させて、気の向くままに筆を動かすんだ。アイデンティティがな、どれがいいかな。まあちょっと囚人になってみるか。ちょっと悪い人っぽくね、なってみよう。いずれ捕まるからね。いや、そんな悪いことしないけどさ、なんかね、うん、でもこれすごいよね、目閉じながらなんそのキャンバスに収めて描けるっていう。しかも絵もあの色もむちゃくちゃなはずだよね。せめて色くらいさ、そのどれ撮るかとか見てたらいいと思う。なんか奏でるように描いたね。さあ何、おおおおおお、はい、ご礼は私です。Oh、素晴らしい。あ、出た。レオ。Hey, Dad. よ、親父。レオ。I didn't hear you coming. I was in the neighborhood. あ、近くに来たから寄ってみたんだ。It's been a while, right? しばらくぶりだしな。You all right? どうした？You don't look so good. Oh, yeah, yeah, it's fine. Ah, 平気だよ。なあ、親父、金が必要なんだよ。Again? またか。What happened to the money I just gave? 渡したばかりだろ。ああ、ほら、すぐなくなっちまうんだ。Yeah, you're on it, aren't you? また薬をやってるのか。違う、全然そんなじゃないって。God, don't lie to me, Leo. What difference does it make? いいから金くれって言ってたろ。頼むよ。Sorry. 悪い。The answer is no. What? Why? You know why. わかってるだろ。 Yeah, I think I do know. ああ、そういうことかよ。どうせ自分の息子よりそのおもちゃの方が大事なんだろ。あ？ Tell me, Dad, what's he got that has? Smarter? 賢いから？ More obedient? Not like me, right? 俺とは違って。
You know what? This thing is not your son. こいつはあんたの息子じゃねえ。It's a fucking machine! Leo, that's enough! いい加減にしないか。Enough! やめなさい。You don't care about anything except yourself. あんたが愛してるのは自分と自分の絵だけさ。You've never loved anyone. 人を愛してる。You never loved me, Dad. 一度もないんだろ。You never loved me. 俺のことだって。愛し合った結果君がいるっていう事実に気づきなさい。よっぽど感情がいかれてない限り、やっぱり子供って大事だからね。でも時にはやっぱり甘やかしすぎて突き放さなくちゃいけない瞬間っていうのも出てくると。そういうのがやっぱり親心こしらずっていうところなんじゃないかな。はい。ということでね、あ、前回もアイデンティティやってたんだね。しまった。全然なんか忖度なしでガンガンやりますわってやった結果同じ末路辿ってってしまっているというね。はい。チェスをプレイする本を読む。あとなんかもう一つあるんだね。そう。で前回は、そう、なんかジョン・キーツの詩集っていうのを読んだんだね。プラトンの国歌読みたかったみたいなね。しまったみたいな話をしたんだけど。まあそれ以外は全部言っているっていうところなんで、OK かな。あとはピアノ弾くとか僧侶系になるのかな。というところですね。はい。ということで、まあ、バカ息子がやってきたところで、今回のパートは終了とさせていただきます。また次回お会いしましょう。バイバイ。